サンゴね。私が証明してみせますよ。アーモン一族の強さを。ほら、品だ。お前の番だ。マジっすか。ここまで来たらやけだ。やったろうじゃないか。品だと言ったか。ここに巡り合わせたこと、後悔するといい。そのまま返してやる。おい、アーモン3号ね。いやー、品田心配だわ。おー、やっぱりあいつも武器使う。ストップ。品田、俺まだ限界突破の修行も終わってないしさ。おいー。でも品田のこのナイフのヒートアクション、マジで結構エグいんだよな。いや、そんなに削れてないな。うわー、ちょダメ。あいつ長えな、距離。とりあえずいろんなヒートアクション使っていた方が。お、ちょっと待って、クライマックスあるよ。クライマックスあるよ。おい、どんだけ削れるか分かんないけど、これ一番最初に手に入れたパイプだからね、攻撃力がかなり低い。まあいいや。で、トンファンもあるしな。ちょっとこいつ、長えな、あの武器。おい、じゃあトンファンのやつ。で、そんなに HP が、待て、全然削れてないんだけど。うわ、ちょっとストップ。いや、あとはもう普通に素手で戦おうかな、俺流で。うら、えい。いや、そっか、ヒートゲージ溜まってないだからね。うわ、掴めないし、ちょっと品田苦戦しそう。ほら、どうだ。いつものヒートアクションなんだけど。立てよ。うら、掴め、ちょっと、掴めろ。よっしゃ。多分2回目無理だな。おい、あ、そっか、思い出した、品田。これができるんだよね。うん、受け流しできるんで、ほら、これは楽なんだよな。いい、よいしょ。そこで寝てろ。なかなかしんどいな。あいつ一体何持ってんだよ、これは。これはなんていう武器なんだよ。うら、あー、そうか、ヒートゲージがなー。おー、何それ、傘。びっくりした。何なんだよ今の。おい、品田はちょっとしんどいなー。んー、ちょっと待って、他に武器持ってんのかなー。あ、スタンガンある。そしたらちょっとだけ回復してスタンガンにしようかな。ちょっと待ってよ。よし。いいってて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 。目がチカチカするだろ。おい。どれ？でもそんなにか。そんなにか。ちょっとだけな。うら。うわー、それよりスタンガンよりこっちの方が厄介なんだけどな。まあいいや、しまおう。なんなんだよ。これはどうだい。そんなにやらせてくれんのかな。うわ、もうこの傘マジで邪魔。もう HP やばいな。ちょっとだけ回復した方がいいか。まだか。追ってくる。ちょっとずつ削っていくしかないんだよ、品田に関しては。ほら、ガードもできないこの傘。なんなんだよ、何傘。おーい、いけるかな。あ、ダメ、掴めない。お、あいつ移動早いな。俺も一丁やろう、典型。クソ野郎が、あの傘が邪魔なんだよな。まあ威力は低いけどさ、ちょっとでも削れたらいいかなって感じ。おーい、おい、いやー、ほらこれ、サンゴ。え、いい。
あいつ何何何何急に。これマジでさ、あれ天道のあれじゃねえか。怖いんだけど。ほら、うわ、これありえないって。西島さんが札幌で天道の師匠の修行で、あいつこういうの使ってたよな。え、いやいや、ありえないってこれ。世界観どうなってんだよ。おかしいって。なになになに、傘が。え、ちょっとこれ、あー、品田編はマジできつい。やっぱり品田はきついわ。どんだけ時間かかるんだこれ。まあ、こいつ傘がこれ邪魔なんだよな。この時に一瞬隙間を狙ってやるしかないんだけど、でも傘当たったらさ、立ち上がるのめっちゃ時間かかるし、マジでうぜえこいつ。おい、早く降りろ空から。お前おかしいだろ。お前一人だけ世界観おかしいぞ。おい、うん、どこに行く。これマジで天道と一緒だわ。はいはいはい、これね、うん、早くしろ。降りて、はい、降りて。降りてからでもちょっと、あー、くそー。どうしたらいいんだろうな。銃とか持ってきた方がいいのかな。遠距離で使える武器の方が良さそうなんだけどな。この感じだとね、銃とかさ。おい、背後取ってさ、背後からやってもいいんだけど、こいつなかなか背後見せてくれないんだよな。掴めないし。飛んでるし、この野郎。おい、ということでこれね、うん、これが背後か。降りてよ、降りてよ。うん、背後から割と結構ダメージ入るんだよな。いやー、くそー。タッチャン、タッチャン、お疲れ。わかった、これね、これ背後狙えばいい。こんな感じ。なんで最初に やらなかったんだろう。まあ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 、もうここまで来たんで。ん、何やってんの。もう一回飛んでいいよ。何なんだよ、ファイヤーボール投げて。おいおい、か、あ、そう、それそれ、これなんだよ、これ、これを狙えばいいんだよ。わかった、こいつの攻略方法ね。うら、死ね、クソ野郎、マジでお前だけは許さねえ。ああ。く、バカな。あれ、俺勝っちゃった。やるよないか、いい戦いっぷりやったで。あ、ははは、これはどうも。く、こんなバカな、我らアーモン一族は最強のはずだ。生死の境目を何度もさまよい、この場に至ったのだ。このまま負けるわけには。お前自身に証明してみせろよ。な、アーモン一族は最強だって言うなら、お前自身にそれを証明すればいいだろう。キリュウ、カズマ。我ら一族が貴様から受けた屈辱は大きい。単なる勝利だけでは打ち果たせぬぞ。貴様が二度とその拳を握る気が起こらないほどの絶対的かつ圧倒的な敗北を与えてやる。行くぞ、キリュウカズマ。あー、でもキリュウさんはまだマシかな、品田よりは。重いし、アーモンジョー4の時は2回戦ったんだよな。ちょっとちょっとちょっと離せ。おい、うわ、なんだなんだ、ちょっとまだ読めないな。こいつ4のより強くなってるぞ。4の時より強くなってるぞ。うん、ほら結構掴んでくんだよな。うわ、ダウンしたしな。まあいいや。コマキルにかかればなんてこともないけど。うら、ほら落とし。ん、遊ばない方がいいな、もう。真面目に戦おう。おい、かかってこい。うん。最後の一撃ちょっと痛い？まあ、ほーら。じゃあ、俺も掴んでいいのかな？掴めない？ちょっと待って。うーら。掴めないね。
お、あ、掴める。あ、でもくそくそこれはめんどくぜ。うら、うん、お、こいつも同じような技使えるな、キリュウさんみたいに。ちょうどほらそれはなしだろ、時間かかるってほら時間かかるって掴んでくんな、クソ野郎。ほら、おい、ジョー、あー、お、こいつも虎落としできるよ。マジでこいつも虎落としできるよ。あ、もうほら、うん、ちょっともうすぐ食事効果切れちゃうな。ちょ、ふざけんじゃねえぞ、ほら、うい、かかってこいよ。ん、うい、やー、いでいでいで。ヒートアクションもなんか使う機会がなさそうだしな。うん、お、取ろうとしてた、あいつ。俺も出す俺も出す、ほら食事効果切れたけど、もうお前何回掴んでくるんだよ、クソほらめんどくせえな。お、なになになに、あ、わかった、あれはソウスケのあれ、ドレアってやつなんだよでもソウスケより短いな、ソウスケは3回使えるけど。おい、なんだよ、だから、あ、もうこいつ HP 長えな。ん、おー、ドレア、お、ちょ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 、ストップストップ、結構痛い、結構痛いぞ結構痛いぞ。俺武器も使えるけどさ、そういえばね、持ってたけどね。よしお前ちけえよ。よし、うら、うん、そんなに削れてないな。まあいいや。おお、いって、いって、え、え、え、あいつもヒートアクション掴んでくる。キリュウさんと同じこれは困ったな。いっていって、いって、これは困るわ、キリュウさんと同じ技。ちょっと油断してたな俺、あんまり回復アイテムさ、そこまで持ってこなかったんだけど。あれ、ヒートアクション今光ってんだけどな何やってんのなんだよ、あ、ちょっと待って、三角一瞬ずっと見えてんだけど。ちょ、ストップストップストップ、おい、ジョー、ジョーちゃんジョーちゃん、お前何なんだよマジで。まあ、ってことはもう本当にトラ落としとかそういうので削っていくしかないな。うん、なんなんのこれは何この火、この炎おかしくね、クソちょっと痛いんだけどな。この半分の HP でもね、一瞬で死ぬ可能性あるからね。うん、でもこれ以上使ったらちょっと危ねえな。また使ってくる、また使ってくる。しかもこの炎何なんだよ、おかしいよお前、おかしいよ、何理由これは。小牧流でもこいつ習得してんだよな。ほら、うん、ちょっと見えてきたな HP。 ほらこいつ頻度がやばくねこれまだ30秒も経ってねえぞお前、おいおいジョージャン、30秒は経ってねえぞこのドレア。しかもどんどんさ、持ち時間が長くなってんな。うん、うわー、トラウト敷いてこいつ、出た出た、ほら、なんなんだ、いっていって、出て出て出て、ヒールさん燃えてるほら逃げられねー、マジ死ぬって、クソ。これはどうだ、組長のドライバー組長のドライバーだぞ、いい、ちょっとこれじゃねえ、こいつまたドレア、ドレア出てきた、うわうわ、勘弁して
なんどんだけ長いんだよこれ。お、まだまだまだ続いてた。クソ野郎が。これ秋山さんの技じゃねえ。お、これ全員、え、全員の技使えんの。秋山さんの最後の修行で得た技でき、ちょっと武器しまう。クソクソ、また来たやー、また来たやー。おい、どんだけ。とりあえず避けるしかない。うわ、また来る、また来る。ほら長えな。ほら終わった。よしよっしゃ、もうとにかくトラウト氏のタイミングを狙うしかねえ。これでもちょっときついけど、また来た。お、あいつこの火山。ちょっと待って、これマジ死ぬ。あ、今背中後ろ。やばいやばいやばい、これはいいぜ。お前おかしいって。ほら秋山さんの技、っていうことは西島さんの技とか品田の技も使えたりして。この5のアモンジオマジできついな。うん、よしよし、一旦終わったよな。おい、うわ、こいつがトラ落とし。よし、こっちもタイミングを見て。あ、またちょっと早えよお前。早くねえか。ういおい、やっと普通のヒートアクションが出たな。いてて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 てこれつかめねえんだよなこいつ。ほら、うわ、また出た。クソ、また逃げなきゃいけねえ。めんどくせえな。うわうわ、やっべえ、これ今回逃げきれなかった。なんだい。うわ、これ秋山さんの技ちょっときつい。はい、離せっつったろ。まだ続く、まだ続く。ほい、よし、あとちょっとだ。あとちょっとだ、アモンジョ。うら、倒した。トロフィーもらった。サブストーリー完全制覇。うわぁ、このアモンジョは4よりだいぶ難しくなってる。だって、すべての人の技は使えるもん、こいつ。何故だ。なぜかかな。なぜ勝てない。我らは最強になることだけを目指し、何代にもわたって秘伝を継いできたのだ。こんなところで、アモン一族は終わってはならんのだ。なぜこの男にはこれほどまでに。最強になるなんて理由じゃ、本当に最強にはなれねえよ。これ、はるかと同じこと言ってんな。な、に。強さってのは、拳に宿る信念や思いが、そのままの形になって現れるもんだ。プライドや復讐のために戦ってるうちは、夢や信念のために戦っている人間には、決して勝てない。これもほぼはるかと同じこと言ってる。こんな甘い考えを持った人間に我らは、破れたというのか。認めんぞ。我ら一族は決して負けはしないはずだ。何回も負けてきただろう。全作品で。構わねえ。何度でも来い。お前の気が済むまで受けて立ってやる。くっ。余裕見せていられるのも今のうちだけだ。キリュウカズマ、忘れるな。我々はいずれ貴様への復讐を果たすと。うわぁ、終わったなぁ。今回も華麗に勝利ですかね。あいつらはまた何倍にも強くなって、俺たちに挑んでくるだろう。キルの言う通り、何遍でも返り討ちにしてやるだけ。もうこれって、俺も言い逃れできない感じですよね。せやな。腹くくって、お前も勝利せえ。うわぁ、もうやだ。終わったん？アモのサングラスを手に入れた。強いのかな？アモのサングラスね。
おう、防御力は一なんだけど、全武器攻撃の威力は大幅に上がる。すげえ。これはいいな。キルさん、つけようか。うん。よしよし。いやー、かなり。皆さんもよく頑張ったよ。まあ、一番楽勝したのは西島さんだな。で、次は秋山さんで、で、次は桐生さんと品田かな。品田はだいぶ難しかったけど、桐生さんのアモンは。いやー、もう、はい、ということで、アモン制覇。サブストーリーも制覇。よくここまで頑張ったなー。なんかメールとか来ないかな？ないね。コンプリート事務局。一旦セーブしよう。うん。あとは本当にやることがないので、コンプリートのやつも、もうちょっと回収しつつ、もうそろそろ本当に最終決戦になるんで、いろいろ準備しよう。ん？何？携帯？おー、来た来た。うん、景品もね、いろいろ。そう、今までいろんな景品もらってたけど、あんまり取ってないんだよな。うん。アモの撃破、並びにサブストーリーのオールコンプリート。誠におめでとうございます。いやー、頑張ったぜ。ちょっと時間帯を夜から昼間に変えて、ちょっとだけ気分転換してきました。まあ、秋山さんのエリーゼのキャバクラのやつ、ちょっと気になるんで、主人公一人ずつから攻めていこうかな。久々に長須貝行きたいと思います。710円で福岡長須貝行けるということで。タクシーで行ったらさ、何時間かかるんだ？行きましょう。一応メインストーリーのあれは明日の夕方までって言ってるんだけど、これ往復何日かかるんだ丸々一日はかかるよね。よし、うわー、ここで降りるんだね、長須貝。うわー、めちゃくちゃ懐かしい長須タクシーってみんなまだいんのかな。社長。中島社長。気になるなぁ。ちょっとキャバクラに行く前に、会社にちょっと顔出そうかな。行ってみよう。この格好の桐生さんって、出社したことないよね。みんなびっくりするだろう。そもそも入れんかな？お、入れるんだ。どうなる？どうなる？ヤクザの人が来たよ、みたいな。おお、みんな普通にいるじゃん。あら、鈴木さんって。平川さん。で、清川も相変わらず寝てる。この野郎。村松。社長。和田さん。みんな普通に暮らしてんだな。中島社長とは話しかけられないけど。村松、お前、変なサイト見るんじゃねえよ。何見てんの、これは。お、普通に仕事してんのかな。清川で、平川さんに話しかけたら、あら、鈴木さん、お仕事なら来てますよ。この格好で仕事できねえだろ。懐かしい。この極道丸出しのタクシー、誰が乗りたがるん。まあ、ミッションはないからね。全レースミッションクリア。うわぁ、懐かしいなぁ。後にするのね。って。いやぁ。これ、いつぶり？もう、本当に2ヶ月ぐらいは、経ったよね。気流編。さ、キャバクラの場所は、ちょっとだけ離れてるな。リクちゃんね。いんのかな行くぜ。ここだね。もうキャバクラの名前も忘れたんだけど。おうおう、そうだ。秋山が即戦力になるキャストを探していたな。リクに話をしてみるか。そ
そのまま話せるんだね。キリュウさん、どげんしたと？リク、お前に相談があるんだが。え、なん？実は俺の知り合いがカムル町で働けるキャバ嬢を探していてな。一時的なヘルプとして少しの間でいい。お前の力を貸してくれないか。カムル町か。どうだ、俺と一緒に東京に来ないか。変な勧誘になってるよ。え、よっかよ。ちょうど学校も冬休みやし、リクさん東京デビューしてみるのもよかかもね。ふ、それじゃあ決まりだな。よし、なんとかリクを説得できたぞ。カムル町へ戻ってエリーゼに行こう。おお、え、簡単だね。こんな簡単にできるんだ。話しかけるだけで。まあ多分俺が頑張ったからね。みんなの好感度、まあ何度も言ってくるけど、マックスなってるからこんな簡単に勧誘できたけど、もし全然やってなかったらまた最初からねやんなきゃいけないんだよね。まず好感度をマックスにしなきゃいけないっていうのが。うーわ、じゃあもう長洲街にいる理由もないので、またカムル町に戻って他の主人公に切り替えようかな。いやー、久々になんか長洲タクシーの皆さんに会えてよかったな。まあ、話はかけれなかったけど。なんか元気そうでよかった。安心した。ということで、カムル町に行きましょう。でもその前に、他の主人公に切り替える前に、なんかさっき言ってたな。エリーゼに行ってみようとか。先に行った方がいいのかな。ちょっと見に行こう。ここだね、エリーゼ。うん。リクちゃんいるかな？お、リクを紹介しておこう。やっぱり先に紹介しとかないとダメなのかな？おー、いたいた。秋山、福岡からキャバ嬢を連れてきたぞ。リクです。よろしゅう。あ、よろしゅうお願いします。東京来たの初めてやけん。でけん緊張する。バイ。は、博多弁ね。いいね。こっちじゃ方言キャラは貴重だから、絶対人気が出るよ。やっぱり桐生さんはお目が高い。ふ、当然だ。少し謙虚にいろ。今度はエリーゼに遊びにいらした時は、サービスしますよ。それじゃ、こちらこそよろしく頼むよ。よーし、頑張るバイ。リクちゃんやっぱり可愛いな。で、これで一人終わったんだけど、なんか、それ以外やることあんのかな？特になんかキャバクラの経営に関するやつなさそうだけど、でもこの子はなんだろうな、あの、キリュウでのみ指名可能なキャバ嬢なんだけど、でもとりあえず全員分のキャバ嬢連れてきてから、ちょっと入店してみようか。うん、まずは、じゃあ次は冴島さんにしよう。さ、ニューセレナに戻って、タイガくん、久々にかぐやちゃん会いに行くよ。で、主人公変更する。710円で、北海道。行きてぇ、マジで。どうやってさ、タクシーで行けるんだ、マジで。よっしゃ、来たー。おうほう。まだ雪も降っている。懐かしいマップ。まあ、月見野も本当に約2ヶ月ぶりなんで。もう最後の最後になると本当に懐かしいだとか、そんなのばっかり言っちゃうんだよな。あ、タクシーで行った方が早いな。うん。もう他にやることないんで。あ、お、集落。まあ一応ね、いけるけどさ。いやー、皆さん元気してるかな。まあ、とりあえず、キャバクラだな。うん。なんて名前だっけ、キャバクラ。本当に覚えてないわ。ここね。懐かしい。なんとかヒップだ。あー、ローズヒップね。そういえ、秋山が不足勢力になるよ、女探しとったら。女探しとったな、ほほ。望み薄やけど、かぐやにも話してみようか。
おお、久しぶり、かぐやちゃん。うーわ、寒っ。冴島さん、どうしたんですか？ちーと相談なんやけど。え、何ですか？実は俺の知り合いが、カムロ町で働けるキャバ嬢を探しとんのや。一時的なヘルプとして、少しの間でいいんや。お前の力、貸してくれへんか？カムロ町ですか。どうや、俺と一緒に東京に行くんか？いいですよ。前にも一度出稼ぎに行ってますし、ああ、行ってたね、東京に。モデルの仕事もまだ多くはないでしょうし、貯金をするために一丁頑張りますか。ほら、決まりやな。よし、なんとかかぐやを説得できたで。カムロ町で戻ってエリーゼに行こうか。簡単簡単。このためにさ、わざわざ札幌来たのか。電話一本でよくね。なあ。まあ、他に、いいか、別に集落行かなくて。みんなどうせ元気してるだろう。うん、もう、カムロ町に戻ろう。さて、連れてきたで。ここが秋山の店やね。よし、かぐやを紹介しとこうか。ほうほう、やっぱかぐやちゃん綺麗だな。秋山、札幌からキャバ嬢を連れてきたで。かぐやです、よろしくお願いします。おっと、すごいナイスバディだね。直球だな。ちょっと冴島さん、やるじゃないですか。嫌なら札幌に返してもええで。いやいや、ほんと感謝してますって。それじゃこちらこそよろしく頼むよ。家は店のすぐそばに用意してください。言うね。まあ、もしニューセレナでもよかったらぜひ。まあ、これで、かぐやも連れてきたんで。忙しいな。秋山さん本人まだ連れてきてないよな、あの子。まあ、とりあえず次は秋山さんにしようか。治安悪いな、くそ。今チンピラ倒したばっかりなんだけど、こいつニューセレナの前にいんだよな。ふざけんなよお前、何見てんだよ。もう人もいしさ、めっちゃぶつかるし。おい、通らせろやお前ら。ふざけんな、通らせろ。くそ、めんどくせえ。まあ、これでうまくかわしたかな。なんなんだこの世の中。で、次は秋山さんね。早いな、さっきまでエリーゼにいたのにな。よし。で、蒼天堀か。別に蒼天堀はね、そんなに懐かしくないな。はるかで行ってきたばっかりだけど。来た来た来た。なんて名前だっけな。あ、プライムだっけ。そうだ、エリーゼの店長が即戦力になるキャストを探していたな。いや、お前もだろ。ほのかちゃんね、話してみよっか。久しぶり。秋山さん、どなしたん？あのさ、ほのかちゃん、ちょっと相談があるんだけど。なんなん？実は俺、カムロ町でキャバクラやってるんだけどさ、それが今ちょっと困っててね。一時的なヘルプとして少しの間でいい。君の力貸してくれないかな。カムロ町ですか。どう？俺と一緒に東京に来ない？みんな同じこと言ってる。ええよ、どうせ就活のために東京行くし。あ、そっかそっか。今から、横練習のつもりで乗り込むんだろうか。それじゃあ決まりだな。よし、なんとかほのかちゃん説得できたぞ。カムロ町に戻ってエリーゼに行こう。ほほ。よし。で、調べる。ああ、いやいやいや、でも別にほのかちゃん以外にもキャバ嬢いっぱいいんだろ。キャバ嬢いなくなったらさ、もう入れなくなっちゃうのか。そういえば最後のやつまだここにいるんだよね、あの師匠ね。そういえば、まあ別に修行は全部終わったんだけど、こいつ消えないな。おい、よく来たな。トレーニングしていくか。もうトレーニングしてもやることないんだよな。まあ、あるんだけど、なかなか難しかったな。
まあ、とりあえず全部クリアしたんで。よし。じゃあ、カムロ町に戻りましょう。